商品はこちら、ブンブンバブン、ゲイトムヤムくん、トムヤムくん、トムヤムくんでい。以前ですね、トムヤムくんヌードル、日清カップヌードルですね、こちらをレビューした際にですね、なんとメッセージをいただきましてありがとうございます。トムヤムくんといえば日清の、トムヤムくんスープだよねっていうメールをいただきました。そこでなんだとなんだとなんだと、すでにやったのか日清っていうね、カップヌードルじゃないけどもこのトムヤムくんスープ、こちらをですねぜひぜひ、レビューしてみたいと思います。ありがとうございます。メッセージこんな感じでどんどんメッセージ送ってくださいね、試しますから。さあでは早速開けてみたいと思います。今日はお湯も熱々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 エビが入ってるスープだった気がする。そういうことだよね。エもちゃんとエビ入ってるよ。さあ行きたいと思いますよ。 I love パクチー。あ、そうパクチーも確か意味入ったな。 I love パクチー。さあそれでは行ってみよう。てれん開封。わーおー、直で香りを嗅ぐとすごい攻撃力だ。すごい攻撃力だ。ちゃんとねフォーも入ってんすよ。これはやばいね。さあでは前回はラーメンでしたけど今回はフォーでございますよ。さあでは行ってみたいと思います。お湯投入、ガヤガヤガヤーン。はいストップ。僕は少なめに入れる派です。お湯は味濃い方が好きなので。さあこれ何分待つんだ、これ何分待つんだ、これは何分待てば食べれるんだ、これ。はい3分です。あ、すぐによくかき混ぜる。あ、やべ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 、すぐによくかき混ぜる。ちゃんと注意書き読んでなかった。すぐによくかき、ああもう遅い、これも固まった。あーマジっすか。すぐによくかき混ぜるらしいですよ、これ気をつけて作るときに。すぐによくかき混ぜた後に3分待つとね。はい、わかりました。かき混ぜました、十分かき混ぜました。さあ3分間待ってる間にちょっといろいろこれ見てみようかな。よいしょよいしょよいしょ。これお湯を持った状態でなんかこう回すのって緊張しますね。あ、匂いが強いもののそばで保管しないでください。どういうことだ、どういうことなんだ。喧嘩するってことなのか、わからない。十分お前も匂いが強いぞ。さあ蓋を全部剥がしとり、ネット内側の線までゆっくり注ぐ。すぐによくかき混ぜる。3分後軽くかき混ぜて出来上がりってことですね。ラーメンとフォーってのは何が違うんですね。ラーメンが小麦粉、フォーがお米でしたっけ。なんかあるんですよね種類がね。さあこのフォーのスープが美味しいというですね、そのメールというかね、メッセージをいただきまして、我々はもう速攻で買いに行きました。まあ我々じゃない、ビンさんがね。ビンさんはねすごいんですよ。最近新しいものをね見つけるともうどんどん購入したくなっちゃうなっちゃう病なんです今ね。なので我々としては本当に助かってますよね。ネタに困らない。あ、もうもしいいですか。さすがビンさん、測ってらっしゃるね。その号がなければ延々と喋り続けていたかもしれません。では早速、3分経ったトムヤムくんスープを開封してみたいと思います。ででん、すんげー匂い、すんげーレモンの匂い。匂いはもうトムヤムくんヌードルの時よりもトムヤムくん臭が強いです。レモングラスの匂いだこれ。それがもう相当強いです。じゃあ早速ちょっとスープからいただきますね。いただきます。うわー辛い、これ辛い。いや、トムヤムクンヌードルの火じゃないっすよ、この辛さは。なんだこれ。俺は辛いの好きだって知ってるのか、トムヤムクン。うわ、すっごい辛い。
ね、辛いもの好きからすればね、楽園ベイベーですよ、これすげえ、すんごい辛い。じゃあ4、ちょっと4ね、4いただきます。うん、4、4ってなんだこれ、4って。久しぶりにこんな辛いの食べた。レモングラス、レモングラスとはアジア料理およびカリブ料理でよく使用されるハーブ。トムヤム君の主要材料であるレモンのような風味がある。そのため乾燥させて粉末にしたり、あるいは生のままハーブとして使用される。すごい、冷え性改善にも効果がある。いや、いいですね、冷え性ですから私。ありがとうございます。すー、とりあえずね、まあレモングラスは分かったんだけど、辛い、とりあえずすんごい辛い。フォーの主張がほとんどなくて、ほとんどこのスープの味ですね。まあそれが特徴なのかもしれないですね。フォーとはベトナム語、フォーとはベトナム料理を代表する平打ちの米粉麺である。締めに似てる、材料は米粉と水、ライスヌードルの一種である。うーん、辛い、とにかく辛い。あ、でね、分かった。でも辛さに慣れてきた時にこのシーフードの味がすごいするね。でも辛い、わ、すごいよシーフード。これ貝、なんかね、貝がちゃんと入ってる。何これ、この貝、何かの貝がちゃんと入ってる。美味しいです、グッドです。エビとかはね、あのいわゆるカップラーメンのエビなんですけど、今の貝はなんか美味しかったな。カップヌードルの時はそんなに辛いしてなかったんですよね。これね、もっとね、辛いよってちゃんと書いといた方がいい。これ危険だよ、この辛さ。僕は辛いの好きだからいいんですよ、全然。あ、もう来い来い来い、どんどん来いよって感じだけど、もしくはあれなのかな、僕はあの内側の線ギリギリまで注ぐのが嫌いだから、味が濃くなって辛くなったのか、辛みが増したのか。その理論でいくならば、お入れるお湯の量が少なければ少ないほど辛みは増すのか、そういうことなのか。すんごいっす、辛いっす。いいですね、でもね、この極端な感じがいい。当然完食、わかった、すごい、これは攻めのヌードルです。すごい攻めてる。あの折り合いがつくところでそれぞれの味を融合させようとしてるんじゃない、お互い全力なんです。ブーンってでっかい辛みに対してのでっかいレモングラスをぶつけてきたみたいな、そこで巻き起こるケミストリーみたいな、それがこのトムヤムクンフォースープですよ。こんなね、おしゃれなパッケージにしちゃダメ、これもっとえげつない感じの方がいい、絶対それぐらいの破壊力がある。男子に食べてほしい、これは。辛いもの好きの男子、すっごい強い、お互い強い。辛っ、酸っぱ、辛酸っぱって感じ。いやー、打ちのめされた、真っ白になっちゃいました今日も。素晴らしいですということで、お便り、コメントありがとうございました。トムヤムクンスープでした。皆さん今後も動画に対してのお便りお待ちしてます。チャレンジします、どんどん。それではまた次回、さよならー。